意味あふれるレスリング原人本田多門が入場してまいりました。今夜もひたたかな技が冴え渡るか。昇龍戦士小川義成が入ってまいりました。特別試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー285ポンド本田タモン、赤コーナー210ポンド小川義成、今ゴングが鳴りました。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。逆に返します。腕を回す、あっと返します。乾いた音が館内に響きます。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。2位を蹴り上げます。フロントに捉えます。正面からの投げを見舞います。空を打ち込みます。ボディスラムで投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。あのね、プロとして当たり前のことだと思うんですが、レスラーをお客さんに見せる体というものを作り上げるために本当に体を極限まで鍛えますよね。まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。サミング、パンチを打ち込んでまいります。打ち込んでまいります。切り返します。そのクレバーな試合運びには定評があります。この小川義成、ウェイト的にはジュニアヘビーではありますが、この男は単なるジュニアではありません。ヘビー級のトップ戦線でも十分通用する力を持った、まさにダルトジュニア選手であります。掴んだ、なんと円錐切り。この辺りでちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手としては非常に嫌なもんですよ。そうですよね。返してまいります。ストマックへの攻撃であります。こういう打撃の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。あります。グラウンドに持ち込んでのネックロックです。ロープに逃れます。掴みます。ハンマーを振り下ろします。ロックアップ、コーナーに振って、ラリアット、
組み合います。返してまいります。起こします。バックに回ってエルボーでブロック。バックを取ります。ヘッドバット。肘を打ち込んでまいります。首を締め上げてまいります。グーパンチです。フロントからのキック。鉄拳を見舞います。腕を取ります。腕折りに持っていった。バックに回ってエルボーで切り返す。うわ、クリーンアップしましたね。ブロック状態か。DDT ノーテン。頭を掴んで、強烈ですよ。後頭部痛だか。サイドを取った。あと、うまく切り返した。カウント2返しました。引っこ抜きか。タイガードライバーが決まった。カウント2。あっと、顔面にヒットした。今強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。ハンマーパンチ強烈。バックを取ってエルボーで返す。10分経過、10 minutes go。 腰に手をスレーパーで頸動脈を締め付ける。膝を狙っていった。組み合った。あっと、返した。立たせていく。小脇に抱え、バックドロップ、ジャンピング式。抱き起こす。掴んで、エンジン蹴り、うまく切り返し
我々には計り知ることのできない熱い熱い大河のような愛の川が流れております。引き起こす、小脇に抱えエルボーで返す、頭突きを打ち込む、腰に手を持ってった。